マーケティングをたくさん習っていく中で自分の頭の中がぐちゃぐちゃしてしまっていて整理ができていなかった。下の社長の講座に入学させていただいてから最高月商179万円という売り上げを上げることができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はスピリチュアルジャンルで1ヶ月間で179万円の売り上げを上げられたマヨさんと一緒にですね実績者対談をお届けしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では現在のですねご活動内容を教えていただけますでしょうか。スイネ女性を自己投影に導く専門家として活動させていただいてますマヨと申します。よろしくお願いします。ではですねお次に入学のきっかけというところも教えていただけますでしょうか。今まで私 SNS 発信があまり好きではなくて Facebook の無料モニターから集客をしてたんですけど、ちょっと潮時というか限界が来たなっていうところでそろそろ SNS 発信をしっかりと進めていきたいなということから入学させていただきました。ちなみに結構 SNS のスクールってね他にもたくさんある中でうちを選んでいただいた一番の決め手っていうのかってどのあたりだったんでしょうか。北野社長のことは私 2,3 年前ぐらいからちょっとちょっと見させていただいてたんですけど、ライブだったりとかリールの中からお人柄がすごく伝わっていて、北野社長って言ったらもう奥越えの方っていうイメージが私の中であって、どうせ学ぶのであれば最短最速で行きたいっていう思いがあったので、ここでいいなと思っていたのが一つと、あとは公式 LINE のところからボイスメッセージでいただけたことがあるんですよね。結構僕送りますけどねボイスメッセージとか、ね、私もボイスメッセージでやったりするんですけど、えってこう言われる方が多くて、価値観というか北野社長の軽さっていうのをすごく感じて、この魅力が一つありましたか、ね、次ですね入学前と後の変化も聞いていきたいと思うんですが、入学前の状況というのはどういった感じだったんですか。今まで何個かの企業塾が入ってたんですけど、マーケティングをたくさん習っていく中で自分の頭の中がぐちゃぐちゃしてしまっていて、やったらいいっていうのはわかるんですけど整理ができていなかった。下の社長の SNS マーケ講座に入学させていただいてからとってもシンプルにわかりやすく簡潔明瞭に教えてくださるので頭の整理ができたっていうところと、マーケティングばかりを教えてくださるわけではなくって、一番最初の部分にマインドセットを教えてくださるじゃないですか、はい、認知科学を元にしたことを教えていただけたことで自分のその歩み方っていうところがまた整理されて頭の中でフラットになったっていうのが一番気になるところですかね。入る前とか結構マーケティングとかで頭の中がこんがらがってしまうようなね状況というふうにおっしゃられていましたけど、ご入学後の数字的な変化であったりその他の変化を教えていただけますでしょうか。私は1ヶ月間で最高月商179万円という売り上げを上げることができました。今までも7桁とか超えられたことは、はい、ありましたね。ですかね。今回本当にもう最高月商を記録できたっていうところで、うんうん、おめでとうございます。実際その売り上げ達成されてみてどうですか、心境の変化だったりとか。以前も7桁達成したことっていうのはあったんですけど、手探り状態でやっていたというか、たまたまみたいなところがあって、ただ今回に関しては北野社長が教えてくださってる内容を一から実践していくことでこれをやっていれば大丈夫なんだっていう確信があったので進めさせていただきながら達成したっていうところの喜びと、無駄がないんですよね、教えてくださることがとにかく無駄がないので、この通りにやっていけばっていうところの北野社長に対する信頼と、あとは自分のやり方とっていうところがうまく噛み合ったっていうのが違いがあったかなと思います。再現性高くね7桁の売り上げやっぱ安定させて持っていくためのロジックっていうところをねお伝えをさせていただいておりますが、次にですね現在のマヨさんの具体的な集客媒体であったりとか売上につなげていくための販売動線というところをですね、この動画を見てくださっている方もね非常に勉強になると思うんで、そういったあたりをぜひちょっと聞いていきたいと思うんですけども、現在集客媒体教えていただけますでしょうか。インスタの方も一応動かしてはいるんですけど、どちらかというと、はい、TikTok から集客っていうところが私は大きくって、 TikTok のところから来ていただいたクライアントさんだったりお客様っていうところが制約につながったというのが一番大きな要因になってますね。ではこちらがですね現在マヨさんが運用されている TikTok のアカウントになりまして、現在2191人ですねフォロワーがいらっしゃるということで、 TikTok って実は1000フォロワー超えるまでね LINE のリンクが貼れなかったりするんですけども、1000フォロワー超えるのがね結構壁だったりしますが、そこを超えられた秘訣であったりとかね TikTok 運用で意識されているポイントなどあれば教えていただけますでしょうか。まず一番ポイントにしているというのは冒頭2秒、そこに何を自分が訴えたいのかっていうところを意識して入れてます。そこをなんで分かるようになったかっていうのも、一個一個添削していただけるっていう環境があるので、この日は伸びたけどこの日は伸びないっていう自分の中でも疑問が出た時に改善点などを教えていただける、だから質の高いリールを作り上げていくっていうことができるので、ここまで上っていったのかなっていうふうには思ってます。添削を受けることで自分ではこれが正しいと思っていたけども、それ以外の第三の選択肢だったりとか盲点を外してもらえるきっかけになったりとかしますので、あとはやっぱ冒頭の切り口を意識していただいてるっていうところで、
実際マヨさんのね TikTok でもトップに固定されているものだと 3.8 万再生とか、最近でも9200、1.2万、1.7万、そして 2.2 万とかですね、結構万再生を連発されていらっしゃるということで、 TikTok ってどうですかね、やっぱ再生回数が回るようになると LINE の登録数だったりとかもすごく来ますね。インスタはちょっとずつちょっとずつ積み上げだと思うんですけど、TikTok はやっぱり一本の動画に対してなので、その中で例えばリストを取りたいとか、そういう時とかはまた最後の方の言い方を変えてると、そこから相談が入ったりとか LINE の登録があったりとかっていうのは結構多いですね。実際にマーケティングのファネルとしては、この TikTok からプロフリンクの LINE 公式アカウント、こちらに登録いただいて、そこから配信とかですね、あとローンチ動画っていうのをね、まあ、作っていらっしゃると思うんで、まあ、それを組んでいただいて、でそこから自動的に販売、最終的には個別相談もしくは今セミナーどちらでやられてるか、個別相談です。そこからも個別相談誘導されていくっていう感じですね。現在今 LINE 公式アカウントの登録数っていうと全体どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。今は170名ですね。今回まあ1ヶ月間で179万円の、ね、売り上げ上がってるということで、 LINE の登録数って1人のお友達リストあたりまあ1万円から2万円ぐらいのですね経済効果があると言われているので、獲得したリスト分以上はもうすでに回収されているっていう形で、もっとこれからライブとかをねやっていくことで、まあさらにもう50万から100万ぐらいね売り上げは上積みできるんじゃないかなというふうにも思いますけども、マヨさんの投稿を遡っていくとですね、最近だけねバズってるっていうわけじゃなくてですね、安定的にね万バズっていうのを出されているというところで、ショート動画って投稿ネタが思いつかないとかネタ切れしちゃうっていう問題があると思うんですけども、そのあたりマヨさんがネタ切れしないように意識してるポイントだったりとか何かありますか。私は本から撮ってます。書籍いいですよね。インスタグラムでリサーチするとか TikTok でリサーチするっていうのはよく言われてると思うんですけど、それってみんなやるんでネタがみんな似たり寄ったりになっちゃうというですね。でも本から撮ってきてるんで、まず他の人と被りにくいっていうところがね一番大きいっていう、そこはやっぱりバズにつながってるポイントなのかなっていうのも思いますし、 TikTok ってですね、これインスタグラムとアルゴリズム上の違いで、インスタって基本的にアカウントパワーが強いものほどリールもやっぱりリーチしやすいっていう傾向があって、まあ、最近はね2024年のアルゴリズム変動に伴って徐々にその流れは緩和されてきてるとはいえども、やはり TikTok の場合はですね、アカウントパワーが弱くてもフォロワーがゼロフォロワーでも投稿一本一本でちゃんと定期性に評価してくれるっていう傾向にありますので、本当にいい動画上げたらちゃんと伸びるっていうね。だから本当にまあインスタグラムと TikTok は僕は同時進行でやっていくのがいいよっていう風にねいつも受講生にお伝えしているんですけど、中には本当に TikTok の方が先伸びちゃうっていうパターンも結構あるので、 TikTok はもうぜひねリストもすごい取れるので、まあやった方がいいんじゃないかなっていうのは思いますよね。その他ですね、 TikTok で意識されているポイントいかがでしょうか。文面に対する合ってる動画だったりとか、イメージだったりとか、曲調だったりとか、おかしくならないようになるべく一致するようにとか、あとは感情が動画に入り込みやすいようにとかっていうところは意識して作ってますね。神は細部に宿るって言いますけどもね、まあ、そういうところまでしっかりと意識を向けていくってすごい大事ですよね。次ですね、LINE のマーケティングについてなんですけども、まあ、うちの受講生さん基本的にマヨさんも含め入学いただいたら最初にローンチ動画をね、まあ、作りましょうっていうふうに僕は言われると思うんですけど、ローンチ動画のまあ作成だったりとか、あとその日々の配信含めてですね意識してるポイントだったりとか、ここ良かったなっていうポイントとかいかがでしょうか。ローンチ動画に関してはやっぱり私もちょっと面倒くさいっていうところから後回しになってしまったところはあったんですけど、でもやろうって決めて北野社長にお送りさせていただいた時の添削の丁寧さだったりとか具体的っていうところがとても自分のところに来たっていうのが一つなのと、北野社長がこれで大丈夫ですよって言ってくださると、そこで自信が出る、ローンチ動画っていうところのプレゼントタイトルをつけさせていただいたっていうところがローンチ動画の流れにはなるんですけど、 LINE の配信に関しては北野社長に教えていただいているテンプレっていうところがあるので、そのテンプレを使いながら北野社長が常に前を走っててくれるので、北野社長の配信を照らし合わせながら自分に落とし込んで作り込んでいくっていうことができるので、あまり頭で考えずに北野社長がこうやってるからこの通りに進んでいこうみたいな、こんな感じで軽くやってます。うちの学科とも配信のテンプレートっていうのがあるので、最初はテンプレートをね元にしながら投稿をやっぱ作り込んでいくことで、自分の初めてオリジナルの型ができてくるっていうところで、最初はやっぱテンプレを活用していただくのが早いかなっていうのはありますよね。では次ですね、今度セールスの流れについて入っていきたいと思うんですけども、販売においてマヨさんが意識されているポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。北野社長に添削をしていただけるっていうことがとても大きな安心感になっているっていうのが一つ、あとは北野社長が今まで積み上げてきた内容をより抽出して最善最短だっていうところの内容を教えてくださっているので、この教えに沿ったものを素直に行動していけばこのまま達成できるんだなっていう自信につながっているっていうことから、それを行動に移して収入につながっている
っているっていう流れになっているかと思います。添削っていうのは営業のプレゼン資料だったりとか、個別相談とかね、提案の流れっていうところもまあ見させていただいて、あとうちの場合だともちろんセミナーセールスのノウハウもそうですし、ライブから販売つなげていくやり方とか、あとは電話セールス、まあうちは電話ローンチって言ったりしてるんですけども、個別相談からね LINE 通話で販売つなげていくやり方であったり、僕自身も今まで800回近くオンラインセールスはやっぱり経験してきているので、その知見から体系化したテンプレを実際に活用していただいて売上につなげていただいてるっていうところだと思いますが、ちなみにあの制約率とかもね聞いていきたいと思うんですけども、この1ヶ月間179枚のね最高月賞を達成された時に何名中何名がご制約いただけたっていう感じでしょうか？6名中5名がご制約いただけました。あ、6名中5名、かなり制約率高いですよね。制約率でいうともう本当に 80% 近い数字が出てるっていうところで、それだけ高い制約率が出せている秘訣とか、なんか理由って心当たりありますか？全ても北野社長に教えていただいたことになってくるんだと思うんですけど、セールスは救済だということが分かっていながら、今まずはそれがきっとできていなかったのかなっていう、ちょっと自分のエゴの部分もあったのかなって思うんですけど、北野社長のコンテンツ動画だったりとか、日々教えていただいていることを自分の中に腑に落としていく中で、セールスは救済だっていうところの枠が外れたっていうんですか、自分のブロックというか、本当に心からこの方のためにっていうところを、それがセールスに出ているかから制約につながっているのかなと思いますね。営業って非言語でね、無意識に相手に伝わりますもんね。うろうろってやっぱ焦ってるとそれが伝わりますし、本当に私のために思ってくれてるんだなってたらそれが伝わるし、もちろんテクニックとかね、ノウハウとかテンプレもたくさんあるんですけど、やっぱりマインドセットの部分もねかなり大きいかなと思いますね、うん、では次ですね、商品設計や講座運営で意識されてるポイントなどあれば教えていただけますでしょうか？私は全てマンツーマンで対応させていただいてます。スピリチュアル系ってふわふわしているイメージがあるかなと思うんですけど、そうではなく、スピリチュアル系でありながらも人生の歩み方だったりとか、そういう内容をお伝えさせてはいただいてるんですが、ふわふわした部分をお伝えするばかりではなくって、 SNS 集客学科っていうマーケティングメインの講座ではあると思うんですけど、北野社長のお人柄だったりとかマインドの部分、そういうところもうまく融合させていただきながら、地に足のついたスピリチュアルっていうところで、あとはやっぱり最初で最後の講座にしたいっていう思いが私もあったので、うん、北野社長のその教えていただいたものをうまく活用させていただきながら、自分の持っているものと融合してお伝えさせてもらってるっていう流れになってます。うちの講座本当にもう最大限活用していただけてるというか、まよさんも講座運営であったりとかでですね、やっぱりいろいろ改善していただきながら、もちろん取り入れられる分はうちの講座にね取り入れていただきながらですね、受講生さんの顧客満足度の最大化にね、まあ、努めていらっしゃるということで、本当に素晴らしいなというふうに思いますけども、まよさんみたいなねコーチコンサルカウンセラーの方がね一人でも多くね増えていってくれたら、すごい僕も嬉しいなというふうに思いますし、まあ、最後ですね、改めて入学して良かったことや、まあ、弊社集客学科おすすめのポイントなどあれば教えていただけますでしょうか？これだけ大きな成果を上げられている北野社長なので、受講期間に一緒に走り続けてくれるっていうメンターさんは私はなかなか見たことがなくって、北野社長っていうところの臨場感、そこを一緒に味わいながら自分は学んでいけるっていうところがまず最大の魅力かなと思っていて、分からないっていうところの添削サポートも1聞いたら10ぐらいそれ以上返ってくるんじゃないかっていうぐらい返していただけてますし、時にはLINE ばっかりじゃなくってボイスメッセージだったりとか、あと動画だったりとか、本当に高いサポートをしてくださってるっていう、もうお値段以上のものを受けているなと私も思っていて、どういう方におすすめかっていうことでいくのであれば、 SNS 企業を目指されるにはもう集客はつきものだと思うんですよね。自分一人で何とかしようってやっぱり最初は思いがちだと思うんですけど、そうするとスピードも遅くなっちゃいますし、どん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 自己肯定とか自分の価値っていうのも下がっていっちゃうかなって私は思ってて、お金を出すっていうところに少し抵抗はあるかもしれないですけど、成功したいって思うのであれば SNS 企業で成功されてるっていう北野社長のところにお世話になってしまった方が早いと思っていて、私も時にはモチベーションが落ちてしまうとかっていう時もあるんですけど、北野社長の背中を見てそこに活が入って、自分もまた進んでいこうっていう気持ちになれるので、お人柄もそうですし、トータル的に踏まえて北野社長のところに入った方が夢を叶えるのは早いよっていうところで、私はお勧めします。嬉しいお言葉ありがとうございます。では最後ですね、動画見てくださっている方で弊社集客学科入学をね検討されていらっしゃる方もいると思うんですけど、そういった方に向けて最後何か一言、まあ、メッセージがあればねいただけますでしょうか？ここまで聞いてくださって少しでも心が動いたということであれば、まず怖がらないで北野社長のセミナーに一回参加していただきたいなっていうところがあります。自分で夢を勝ち取っていくっていう思いがあるのであれば、北野社長のところに入った方が最短最速でいけるかなと思うので、はい、ありがとうございます。
ございます。弊社もねワンデーズームシークレットセミナーっていうですね無料体験勉強会っていうのもねやっておりますので、まずそちらの無料勉強会の方を参加していただいてからですねどんな感じなんだろうっていうのを見ていただくのもいいかなと思いますのでね、ぜひ参考になれば嬉しいです。最後マヨさんのですね、まあ、SNS の URL そして LINE 公式アカウントのリンクをね概要欄の方にも貼っております。今ね LINE 登録いただくとなんとプレゼントがねマヨさんからいただけるということで、 LINE 登録プレゼントのですね内容も教えていただけますでしょうか。 LINE に登録いただきますと、魂の使命を果たし友期を迎える方法という徹底解説動画が送られてくるので、今人生においてうまくいってない方だったり何かお悩みがあるとかいろいろ学ばれてるんだけど人生が展開できないという方とかはぜひご登録いただいて、ちょっとでも参考になるものがあるかなとは思いますので、ぜひ見ていただければと思います。ぜひ皆さんもねチェックしてみていただけたらと思います。ということでね、まやさん本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典というのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワー増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れてぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてねご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではねこれからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。